お出口は右側です。終点長野には3分ほど遅れて到着いたします。お急ぎのところ列が遅れまして申し訳ございません。お客様に北佐野線開業のお知らせです。2027年3月14日から妙高高原駅から長野駅間は津南鉄道北佐野線となります。日暮れルーや新幹線への乗り換えも可能となります。詳しくは駅のポスター、ぜひ確認にお問い合わせください。続いてお客様にダイヤ改正についてお知らせいたします。 JR グループでは3月14日にダイヤ改正を実施します。電車の発車時刻、行き先が変更となる列車がありますのでお気をつけください。詳しくは駅係員にお問い合わせください。変わりまして、長野からの乗り換え列車のご案内をいたします。長野新幹線浅間548号東京行きは19時33分です。恐れ入りますが、発車番線停車駅につきましては駅の電光掲示板でお確かめください。変わりまして、糸福島中津川多治見方面特急信濃26号名古屋行きは6番線から19時40分です。聖高原、赤砂方面普通列車の松本行きは5番線から19時50分です。下の鉄道線に参ります。快速下の3セット4号上田行きは2番線から19時33分です。なお快速下の3セット4号ですが乗車整理券200円が必要となります。また停車駅は上田駅のみです。八代戸倉方面普通列車の上田行きは3番線から19時44分です。長野電鉄線をご利用のお客様、改札口を出られまして右手善光寺口駅前車内にございます。下乗り場をご利用ください。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点長野です。5番線に到着、お出口は右側です。